メンバー2010年頃チョマロングマトマトは2003年に横浜にて結成された日本のオルタナティブロックバンド。男性4人によって構成される。石井聖人、小倉直也大久原三木を松下順次山口義博、山中春を北沢2003年に地元横浜で結成され、主に市内横須賀を拠点に活動を行う。当時メンバーは19歳であった。 2005年初のプレス作品、本当はしがらみの中を発売。ハイラインレコーズでのチャートインをきっかけに完売となる。自主イベント、パブリックノイズフェードアウトを主催し始める。2006年に、東芝 EMI とクリエイティブマンプロダクション主催のオーディションにて、突如、サマーソニックへ出場、アイランドステージのオープニングアクトを務めた。2007年4月にファーストアルバム、と僕は、 作の中を東芝 EMI より発売、初の全国ツアーを行う。同作品は、口コミやレコードショップで広がりを見せ、フジテレビの音楽番組ファクトリーへの出演するなど、多くのメディアにバンドを露出することになった。リード曲、スルー・ウィア・リアリティのミュージックビデオは映画監督、松永大使によるもの。この曲はライブでも熱狂的に盛り上がる曲であり、 当時のメンバーが10代の頃に制作されたとされている。2年連続となる、サマーソニックのマウンテンステージにも出演。同年から、ドクターダウナーとの2万イベント、ガゼル・イート・ガゼルを、横須賀かぼちゃ屋にて現在まで、毎年行っている。2008年4月にセカンドアルバム、ライムライト・ブルー・オン・ザ・キューティーを、東芝 EMI 参加のアドカドレコーズより発売、リリースツアー、逃げろ。 逃げるなを観光。初のワンマンを下北沢シェルターで行いソールドアウトする。同作品に収録のブセンセンズブミニッツがツタヤのパワーアップシュになり全国的にかかり始める。2年連続でファクトリーにも出演。横須賀かぼちゃ屋で9ト、mm、ルパラベラムバレットとにマンを行う。2009年5月にサードアルバムカモフラージュを アドカドレコーズより発売、現代美術作家のピューピルがアートディレクションを担当。40本近いリリースツアーを観光。渋谷クラブクアトロでワンマンを行う。同作品は渋谷タワーレコードのインディーチャートで1位を記録。同年、カウントダウンジャパン09、10や、AGI カンフージェネレーションのツアーにも出演。 ミュージック ONTV で1時間に及ぶドキュメンタリー番組が放映された。2010年9月に結成時のメンバーであるベーシストのサンチューンが脱退し、同年12月に新メンバー北沢の加入が発表された。2012年3月にフォースアルバム果実をポップグループレコーディングスより発売する。渋谷王ウエストにて3年ぶりのワンマンを観光。 同レーベル主催のイベント開講などに積極的に参加する。また、マスオブ・ザ・ファーマンティングドレックスのボーカル、宮本山里、オンザ作版のギタリスト森がバンドに参加し、6人体制でライブを行うなどした。2013年12月に北沢が脱退。2014年7月に新メンバー、松下がベーシストとして加入。 同年10月に STEP アップレコーズ監修のコンピレーションアルバム Out of this world に悲しみぬこう」で参加2015年6月に流通作品としての1ショートトンミニアルバム悲しみぬこう」を自主レーベルしがらみプロダクションにより発売4作品目となるミュージックビデオマジカルエンジンを TM ペイントとフーリッシュグローリースタジオによる アニメーションの作品として出す。2016年8月にフレークレコーズより初のアナログ作品、タンポ、マク」を発売。12月28日のライブ出演を最後に活動を休止。2019年12月に結成時メンバーである山口をドラムに迎え、横須賀パンプキンにてライブを実施。今後の活動については不明瞭。ファーストデモスルー・ユアリアリティ作抜け。 ありがとうございます。